半負けの本家の本物貴族の、半魔王先生です、今回は私が世界一の億万長者であるということをねお伝えいたします。長者番付1位アマゾンさん、2位ビル・ゲイツですね。3は投資家ですね。あのハンバーグが好きなやつあの人ですね。ですけれども事実上は私が上で世界一の億万長者です。長者番付の2番目のビル・ゲイツさんの豪邸にはあの私昔仕事関係の付き合いでね呼ばれたことはありますけれども、あの行くことはできませんでしたけれどもね、私が地球上でね一番億万長者だということをお伝えいたします。というのはね、能力で財産持ってまして、ね、無限の、財産持ってまして、一番のアマゾンさんでも私が世界一のパソコンの発明者でね、それから下請けみたいな感じでアマゾンさんが、長者番付になったわけですね。実際私が上なんですけれども、人間よりか上の生物ということでね、防波堤があるんですね、人間たちと違ってね。で力関係は上の生物としてね、人間全員と対抗してね、勝てないと殺されてしまいます。上の生物ということでね、でありますから、その地球の中にはほとんど人間が占めて力を持ってるわけですね。それにたった一人で生きるというのには人間が全員が私を殺しに行きますから、上の生物ということでね、それに対抗する力をつけるのに現在までかかったということですね。ですから人間全員の給料よりか働く量はしておりまして、それに対しての費用が毎日かかってるわけですね。ですから血はされるわけなんです。だからその経費がかかってるわけですね。それで、現在はね、一番近道のお金の都合の仕方はバイナリーオプションですね。で無限に稼げると。でバイナリーオプションだけで私が稼ぐと世界の人がバイナリーオプションを外されてしまうんで、そういうルールのね、機構は全部なくされてしまうんで、同じように FX でも通用する、知能でね、投資株とかねで稼げるわけですね。で医学でも事実上私が一番の名医でね、名医の先生であるわけです、人間の上のね。で科学者でも人間の上の先生であってね、何一つ私よりか勝てる人はいません。ということでね、で今回ね、前の YouTube のね、インジケーターの5分足のパネルオプションを見てください。これはもう必勝じゃないかと思います。これでこのソフトですね、10年使用料パソコン2台でですね、世界一の世界の一番の、長者番付の資産の3倍ぐらいですね、の価格となっております。で、そういうことでね、私が世界一の億万長者であるということを、ね、ぜひ知っていただきたい。で能力ではね、あらゆるもの、僕は技能科学者でも人間を超えておりまして、生物学でも医学でも科学者でも
全部人間は圧倒的に越してるわけですね、知能がね。で、人間の上の生物であるということで、人間には誰一人味方がいないわけです。まあぶつからないようには、多少なってくれる人はいますけれども、で、もともと私は人間から生まれているんで、それほどね、全部がね、スムーズにいくというわけじゃないんですね。その状況によって一つがずば抜けてできるようになってくるわけですね。ですのでね、例えば、簡単に、言わせてもらえば、トランプなんかね、訓練すれば、私が訓練すると、めくる前にハートのいくつとかね、ハートの位置とかね、裏見なくて分かるんですね、超能力でね、訓練するとね。だからカジノとかいうのはプロになってまして、実際に日本でも私は弥彦競輪場、新潟県西蒲原郡弥彦村のね、競輪場の最高、創業者ですね、国で運営してもらってますけども、そんなことでね、外国でも本気ではカジノで儲けることはできません、プロですのでね。なぜトランプの裏めくんなくて超能力で読めちゃうんですね、訓練するとね。今はできませんけど、相当訓練しないとできませんけどね。読めちゃうんですよ。超能力でね、透視できちゃうんですね。ですので、今、まともに稼ぐという方法のね、投資、バイナリーオプションとか FX とか株投資になるわけですね。